はい、おはようございます。今日は令和3年2021年の7月14日水曜日です。おはようございます。南国市議会議員選挙今日で4日目、月間あ、おはようございます。今日で4日目ですね。朝辻立ちをして、少し市内を流して今からですね、ここは海ですね。トリム公園です。で、少し休憩をして、やはりですね、南国市の山林についてやっぱり考えていきたいし、そこでどれぐらいの人が働けるんかなとかね、現場にいらっしゃる方とのお話なんかも聞いてみたいと思いながら、南国市の林業関係者さんに本当は縁がなくてですね、実際自分も林業で頑張ってきたんですけれど、未だにねやりたいんですけれど、できるようにね、お金にならんからできんっていうのは絶対になくしていかないかんことです。必要なことっていうのをね、みんなが一人一人思い、に、まあ、例えばね、ボランティアみたいな感じでやりたいことができる社会っていうのを作っていきたいなと、本当につくづく思ってます。定年されてね、ボランティア参加されてるおんちゃんたちに自分も心動かされて、林業に携わることになったんですけれども、本当に必要なことだと思っております。そこに障害となるのがお金であれば、お金の問題を解決していく必要があると思っております。というところで、ちょっとね、山の方今日行ってみようと思います。もっぺん校長グレートですよ。いってらっしゃい。